はい、こんにちは、ルキジキューです。今日ねご紹介したアイテムはこちらカクタスですね。完全日本語版となっていますね。これですね、私もあまり知らなかったゲームなんですが、日本語版が出たら気に、ね、やってみたんですね。そうするとこれってここの4つのキャラクターが1つの街の中に同時にいて、全員違う目的を持ってるタイプなんですね。つまりゴールが違うキャラクターが中の方に同じ空間にいて、それぞれアクションをしていきましょう。そこでアクションプロット型なんですね。自分はこの手番で何をするかっていうのを全部プロットしておいて、全員が設定するとはいドンって動くタイプなんで、目的も違う、キャラクターの能力も違う、その連中がある狭い空間でごちゃごちゃ動くだす。これなかなかね面白い仕掛けなわけなんですね。早速ね中ね開けていきたいと思います。はい、まずこちらですね、コンポーネントですね、ボードの代わりならですね、カードのドアしてみました。5×5 で構成されてまして、これがですね、街全体を表しています。この外はですね、いわゆる荒野ということになってるんですね。そして中央部はですね、必ず保安官事務所というふうになっています。で、4人でプレイするときには、この中央のところに保安官がまず3人いらっしゃって、それからあと、四隅のところですね、この隅のところにですね3箇所についてはアウトローがいると。でその残った1箇所のところには賞金稼ぎがお二人いらっしゃる。でこの間のところになぜかカンカン娘がいると、こういう構造になってるんですね。こういった構造が現れると、この下ですね、この下がどんな場所かっていうのが今度は公開されていき、それぞれのプレイヤーはですね自分のキャラクターに合ったデッキをもらうんですね。例えばカンカン娘さんだとカンカンダンサー専用のね、このここにねアクションプロットするゲームなんでね、アクションプロットの解説書というのをもらいます。もちろん賞金稼ぎも賞金稼ぎデッキと賞金稼ぎのアクションの解説とかみんな違うんです、できることがね。このどういったアクションかっていう解説をみんなそれぞれもらうと、こういう仕掛けになっとるゲームなんですね。でその後にですね、こことね同じ建物が書いてるやつがあるんですけども、この裏返しになってね同じカード構成があるわけですけど、それをねキャラクター別に応じて何枚か、みんなこれも同じじゃないですね、一定枚数もらっておけばゲーム開始と、こういう仕掛けになってますね。まあ大体ねどうするかってね、なんとなく想像つく、多分シェリフだと思うんですけども、シェリフはこのアウトローを捕まえたいわけですよね。自分のとこのカードをプロットしてこのアウトローのとこ行って捕まえたいと。でなぜかこの賞金稼ぎね、賞金稼ぎはですねここにまあカード最初もらってるんですけど、そこ行ってね馬を盗みたいんですね。こういう馬のトークンもあったりするわけですけども、なぜかよくわからないんですけど、賞金稼ぎはですねまず馬を盗んでいきたいと、まあそういうことなんですね。アウトローもこのカード同じく持ってるんですけど、それはねこの中でね一定枚数押し入りしたいわけですね。押し入りして外で逃げちゃえば勝ちと、こうなってるんですね。でこのカンカンダンサーね、カンカンダンサーかなり来てまして、この中に借金してるんですね。借金してる場所に移動して借金を返した後、なぜかこう何でもいいからね決闘を申し込んで一定回数勝てばいいっていうね、かなりこの人来てる子なんですけども、というように全く目的が違うんですね。アウトローを捕まえたい、馬を盗みたい、借金返したい、強盗に入りたいと、こういう全く違う目的を持ってる彼らをコントロールしていきましょうと、こういう仕掛けになってるんですね。でプレイ自体はどうなってるかっていうと、自分たちのこの目標カードね、密かに持ってる目標カードとは別として、あとのここに持ってるこのカードですね、このカードのこのカード枚数も違うんですけども、ここから本来は一定枚数使うカードをこんな風にポロッとするんですね。本当は伏せるんですね、こうやってね伏せるんですね。で全員伏せて終わったらスタートプレイヤーからじゃあどうぞっていうので、はいって言って公開してこのアクションをすると。で全員1個ずつして終わったら、じゃあこれ終わったんでじゃあ2枚目これですっていうする。だから途中変えられないですね。で3枚出して終わったら1ラウンド終わると、スタートプレイがずれると、これをずっと繰り返していくと、こういうゲームになってるんですね。なのでこれがだんだん動いていくと、当然目的地が分かってだんだんこう包囲網ができてくるわけですよね。このアウトローを捕まえたいとかね。ただ基本的にこいつは縦横しか動けないので、まあ、動きはおおよそ読めるわけですよね。でそのアクションの中をうまくかい抜くって逃げたい、カンカンダンサーだけ唯一斜めで動けたりするんですね。こういう特殊な動きをお互い何をするのかというのを読み合いながら、でもまずこの盤面を見て自分がこのラウンドどういう動きをしたいかはあらかじめ全部出しとかにはいかんですね。ここがミソなんですね。途中であ、ちまったこうじゃなかったって言ってもそうはまあいかんわけですね。こういう仕掛けになってるんですね。このゲームがプロット式なのに私がいいなと思った特徴が大きく一つありまして、おおよそこのタイプのプロットタイプのゲームだとこうセットしていって、こう順番にこれ変えれませんからね。じゃあ1番目これですって言ってやって、
手番開けた次2番目これですってやったら、もう失敗したらね、また何にもできないことよくあるんですよね。1個目でミスったら、ああもう全部無駄だったわなんていうことあるんですが、ほらご覧ください、一つのカードにアクションが X 書いてるんですよね。これができるのは1個だけなんですよ、自分の手番で。つまり、あ、しまった、場所が狂ったと思ったら、次のカードをめくった時にそれでない事前の策を仕込んでおけるんですよね。ここがこのゲームいいところなんですね。ただし1個のやつでどっちもやりたい、盗みもしたいし移動もしたいなんていうのを被ってると、まあどっちかしかできないんですよね。だそれをあらかじめプロッとしておいて、盗めたらここで盗もう、逮捕できたらここで逮捕しよう、ダメだったら移動しようなんていうプロットができるんですね。つまり若干の揺らぎを持った形でプロットできるというのは、このゲームねすごく面白いところなんですね。もうお互いの思惑が完全にここのこの街中をねもう見えているので、でだん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 めくっていったら、私が借金返したい場所はあそこだなとか、俺たちの馬はあそこにいるぜとか、俺の強盗はここに入る場所はここだなって分かってくるので、シェリフとかはうかつに開けたくないわけですね。教えたくないし、こうなりながらお互いにちょっとずつ包囲網を縮めながら、例えばシェリフっていいやつのように見えますけど、別にシェリフがですね、このアウトローを逮捕されると他のプレイヤー困るんですよね。だってシェリフ勝っちゃうから。なので決闘申し込んでもいいんですよね、別にね、カンカンダンサーがシェリフに対して。だってこの人は借金返して決闘に勝ちゃいいんですから、それは別にシェリフだっていいんですよね。こういう別に仲がいいわけではないけど、いやいやここはねシェリフ勝ってもらっちゃ困るんだよって言って斜め突っ込んで決闘申し込んでいくと、こういう仕掛けね。まさかそんなとこで来るわけないと思っているが、だってもうプロットしちゃったんだもんと、こうなるわけですよね。ここがいい。だからこれもさっき見ました、ほらプロットね、すごい選択肢があるわけですよ。もうこのカードは出したのは決まってるが、選択肢が移動したり捕まえたり決闘したりいくつか選択肢があるんですね。ないのもあるんですよ。だからここはね選択肢自由なわけですが、ないのもあったりするので、このうちのどれを使うかというのを何番目に入れるかというのを考えながら進めていくと、これがこのカクタスの面白さ。難しい要素はあんまりないんですね。さっきセットアップして終わったらね、もうそれぞれのプレイヤーのこの目的カードをもとに、そこへ行けばいいんだな、決闘すればいいんだな、捕まえればいいんだなっていうことを見て、そこの最終判定はね、まあいわゆるサイコロですよね。こういうサイコロも結構出てくるので、ワイワイ言いながらね、肝心なとこ行ったら振ってもらえばいいわけですけども、そこに至るプロットっていうところをX 枚置いといて、最近プロットゲームの注力ってあまりありませんからね。しかもやっぱりモダンな風に1枚目で失敗したら残りが全部パーってならないように、特殊な1個しかない4個もアイコンがあるなんていうカードが混ざってるところでプロットするというのがですね、なかなか憎めない構造じゃないかなと思います。もちろんですね、これね、私今ご紹介したのは基本ルールなんですけども、オプションルールで上級の建物とかですね、ガンスリンガーモードなんてね、もうちょっとね、アクション要素が多いなんていうやつもあるので、慣れてきたらそちらの方でやるのもおすすめですが、私個人的にちょっと全体見てみた感じだと、やっぱこれは中量級でワイワイ言いながらこのプロットを楽しむっていうところがですね、非常にミソなんじゃないかなというふうに思いますんで、基本モードですね、じっくりやってみてもらって、それで大体満足するんじゃないかなという気は結構します。キャラクター変えるとね、全くその自分がやりたいことが違って、ああ、あいつあんなに苦労したのか、いいように見えたけどな、なんて言うわけですよね。いうことを楽しみながら、このプロットを楽しむ。本当にね、この令和3年になって、プロットゲーって随分減っちゃいましたんでね、このプロットゲーの中の現代風のアレンジっていうのは、いい感じになってるんじゃないかと思います。ちょっとだけ残念なのは、この各キャラクターのこのアイコンですね、ここのとこ見ればですね、そのキャラクターのアイコンが何をするかっていうのは、ここに全部書いているんですが、こちらのところにですね、まあ、勝利条件とかもね、バチッと書いててくれたらよかったかなというね、感じもちょっとするんですけど、勝利条件についてはちょっと明記がないので、それについては、こっちのマニュアルの方でね、一旦確認してからプレイした方がよろしいかなというふうに思います。そこだけちょっと残念ですよね。随分ね、各欄はね、あったと思うんでね、ここに勝利条件まで書いてくれたら、もうこの紙くれたらね、すぐプレイできたらなという残念さはありますが、全体的な中量級のプロットゲーとしては、うまくまとまっているような気がいたします。The Game Gallery。 はい、というわけですね、カクタスをご紹介いたしました。まあやっぱりね、最近ねプロットゲームはあんまないと思うんですよね。なんかメジャーのところに出てこないシステムになっちゃって、昔はね結構ね流行っていたんですが、このねプレイヤーの目的が違う、できるアクションも違うっていう中でお互いプロットするとね、え、あ、こっち来るんだっけとか、あーそうそう、お前馬欲しかったよねみたいになるんですよね。このやっぱり自分がやりたいことをすごい集中してるもんで、人がやった思わぬアクションに驚きながらプレイするっていうのができるっていう、なかなか面白いと思いますね。プレイ時間もこれ、ね、実は20分から60分になってるんですけど、私やった感じだと30分ぐらいで終わるんですよこれね。
もう早いとね、さっと誰かが行っちゃって、ああ、終わったってなって、ちょっと、もっぺんやらしてくれとかなったりというタイプなんですね。なんで、中量級からやもすると、軽量級ぐらいのゲームになっているポロットゲーっていうので、まあ、最近の中でやっぱりよくできてるんじゃないかなというふうに感心したゲームですね。で、1点補足しておきますと、こちらですね、勝利条件が書いてるですね、カードそのもの一応あるんですね。これね、全員分書いてるんですけど、いや、だったらこれ自分のね、キャラクターとか書いててくれよとは思いますが、一応こういうのがあって、こういうトークン類あるんですね。だからこれ、自分のところ達成したら表にしていって、これが全部表になったら俺勝ちだね、とかいうね、どういう進行状況になってるかっていうのを助けるトークン類なんかも入ってるし、まあ、このカードも1枚ですけども入ったりするので、まあ、全くわからないわけではないということになりますね。であと4人のプレイの時さっきご紹介しましたけども、人数別にですね、どのキャラクター出せばいいかっていうのはこのマニュアルの方のね、この参照のなるカードにもありますし、どの位置に置いたらいいかなんていうのもあるので、この辺のところはね、かなり補足のものがあるといえばありますね。こういったような状態になっているというのがこのゲームでございました。はい、というわけでですね、今回ですね、全員の目的が違う、そしてカードも違うプロットゲーム、各2つ完全日本語版をご紹介いたしました。ザゲームチャンネルの春九十九でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。